こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はアイビーの描き方をご紹介したいと思います。これは本物のアイビーなんですね。門の近くに絡んでいたのをちょっとカットしてきました。これを見ながら図案を描いてみたいと思います。はい、それでは早速描いていきたいと思いますけども、まず自分の描きたいアイビーのこの長さですね、上から下までの長さ、だいたいその長さをこの直線で表します。短い直線をちょっとこう上向きにですね、ここから90度ではなくて少しもう少し上に、そして今度はもう少し長めのものをこのように描きます。そしてこの線をですね、こういうふうに囲っていくんですね。ぐるっと囲むのではなくて、うーっと描いて途中で止める。で、今度これを囲うのですが、この止めたところからまたこういうふうに、で、ここら辺で止める。こちらも囲って途中で止める。そしてこの止めたところからこの線の先端を囲むような形でこのように描きます。そしたらアイビーの形が出来上がります。簡単ですね。これが簡単な描き方かなと思って、私もアイビーを描くのは苦手だったのでちょっと研究というか練習してみました。で、こういうふうに線を引いてからこう囲むように描けば描きやすいんじゃないかなと、そう思いましたのでご紹介しています。でですね、ここに、こう茎のようなものですね。そしてこういうふうに、またここに先ほどの描き方でこうやって加えていく。余分なこの中の線は消していかれるといいですね。せっかくなので一つだけのアイビーでは物足りないので、こうやってちょっと足していこうと思います。これが本物のアイビーですけども、こういうふうに先へ行くほど小さな葉っぱが連なっているので、ここにまたちょっとちっちゃなものをこうやって、これも描き慣れてくると描きやすくなって、最終的にはこの最初の線がなくっても描けるような感じになってくるのではないかなと思うので、練習してみてくださいね。ここはここに直接つけてみましょうかね。はい、こんな感じで、はい、どうでしょうか。可愛いですよね。こうやって好きなようにこうこの茎のラインを自分でデザインして、そこに葉っぱを大小いろいろとこうつけていくのもいいのではないでしょうか。次回の動画ではこの一つの大きなアイビーの葉っぱの刺繍をご紹介したいと思います。小さなアイビーの時と違ってちょっと刺し方も変わってきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。今日のこのアイビーの描き方、少しでも役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。これからの動画制作の励みになります。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye! さよなら。